豊島町の一丁目雑穀問屋の大黒屋徳右衛門というのは評判のあまり良くない町内ボスの一人であったにしてもその筋力と勢力は大したものでまず神田から日本橋へかけて歯向かうものもないほどの恐ろしい先制力を持った男でした物柔らかで戦闘的で推しが強くて金があってその上 必要無比な働き者で大黒屋徳右衛門は敵にとっては全く恐ろしい男だったかもしれません。その虚勢と年中行事を心得た者が大晦日の晩一晩がかりで床の間の辺りに穴を開け外から丸太で染料箱を突き崩すというのは皮肉でバカバカしいうちにも一種の悲壮味と歓悪味を帯びた企てとも言えるでしょう。 何はともあれ平次が現場を見ようと決心したには相当以上の理由のあることだったのです大黒屋へ着くと何にも知らぬ年始の客がそっけなくあしらわれて不思議そうに帰ってくるのが頻品とありましたその頃は言うまでもなく幕府の気候も民間風俗も型にはまるだけはまりきった時代で 朝上下に異議を正して腰に一本決め込んだ年始わり今の花の真新しい押木せの友の者を連れて町人ながらも折り目正しいのが出入りの職人と立ち交じって町の建成家の大黒屋の前は誠にごときに賑わいです。それをよけていきなり庭口へ回った銭形刑事と八五郎は。

そうそうこんな手の込んだいたずらをされちゃ縁起が悪いからとことんまで調べていただいて仕掛けた人をぎゅうぎゅう言わさなきゃと大変な元気でございますよ番頭はやや苦しそうでもあります千両箱の下敷きになったくらいのことは内分にしてしまいたいのが事なかれ主義の中米の本心のようです廊下へ入って二つ三つ目 思いのほか深々とした構えで主人徳右衛門はそのまた奥の六女坊に休んでいるのでした銭形の親分さんと八五郎親分ですが番頭が取り次ぐのももどかしそ母に「これゃありがたい」「元日早々だから銭形の親分もいい顔はしてくれないだろうと今も女房と噂わをしていたところでしたよ」。見るるとなるほど床の上にき 頭から肩へ包帯だらけになっているのは、五十五というにしてはひどく若々しく元気な男、よく太った丸顔、血色が鮮やかで眉が太くて目の大きいところは、いかにも大黒頭巾の似合いそうな人柄です。才能だったそうですね。最も千両箱に押しつぶされるのなら本望だとこの野郎は言っていますが。平治は、 八五郎を振り返りました十分皮肉な調子です何に潰されたって怪我をしちゃつまらないこの通り命は助かったがもう左へ五寸寄っていると間違いもなく脳天をやられるところだった徳江門は太鼓腹をゆすぶって怪我人らしくもない大きい声で笑うのですところでご主人を恨んでいるものもたくさんあることでしょうな 平時は歯に気抜きせず言い切りました内国や徳右衛門が人に憎まれていることは界隈で誰知らぬものもありませんこんな仕事をしているとどこに敵がいるか分かったものじゃありませんよ味方と見せて敵であり敵と見せて敵であり <laughs> そう言うと世間の人がことごとく徳右衛門の敵になります。 その中でも一番仲の悪いのは亀井町の杵谷六兵衛かな。同業で隣町でお互いにいじっぱりだから。大黒屋徳右衛門はこんなことを平気で言い切れるほど徹底した男でした。うちん中にはそれはない。自慢ではないが女房子をはじめ奉公人にはよくしてあるはずだ。嫌だと思う者は勝手に出ていくがいい。 いつでも暇をやると日頃そう言っているくらいだうちじゅうの者は私を恨むなどということはまずあるまいと思う強大なる自信ですほかには平治は押して尋ねましたもう一つあるこれは言いにくいことだが徳右衛門はしばらく口をつぐみましたが思い切った様子で恥を打ち明けるようだが私の女房には前に連れ合いがあった オクラ前のナール商人だったが勝負ごとに身を持ち崩し一人の女房にまで分かれて気の毒なことにヤクザ仲間に入っている馬吉といってな銭形の親分もご存知だろうその馬吉の女房が里方の親たちに戻されて離縁になり私のところに再縁したのが今の女房のお種だ平次もこれは初めて聞きました随分古い話で まだ少年時代の平時にはその戦いきさつがはっきり分からぬままに年を経たことでしょう。表面は他人で馬吉もこの辺りへ姿を見せないが人の噂によるといまだに二十何年の恨みを忘れず何か愚痴らしいことを漏らしているということだ。思い当たるのはまずそんなことだろう。ところで千両箱の山が崩れた時。 家中の門がご主人の前にそろっていたことでしょうなそれは間違いもなくそろっていたはずだ女房のお種に娘のお吉せがれの八三郎嫁のお村、番頭の中兵衛に手代の米松小僧の友吉みんないながれて塗装を祝いで女のお民はお勝手と座敷の間を道具を運んだり塗装を運んだり雑煮の支度をしたりちょっとの暇もなく かけてて歩いていたはずだ徳右衛門は指を折って数えているのですこれだけの人数が主人の目の前にいながれて吉礼の塗装を祝っていたとすると千両箱突き崩しのく者は間違いもなく他にいてわざぼしたことになります最後に主人の怪我の程度を見せてもらいましたが首から肩へ腰へかけて 数箇所の打ち傷をこしらえただけで一時驚きもし痛みもしたことでしょうがまず命に別条もなく血を流すほどでもないということが分かりました第三章大黒屋徳右衛門が千両箱の下敷きになったという部屋はそれからまた奥の大黒屋で一番奥の十畳の客間でしたこの辺りはもう投げ捨を打ち 床の間をしつらえて、人ながら暴かるものもののない、武家風作りです。今朝の騒ぎに面らったものか崩れた千両箱はそのままおかみのお種と番頭の中兵衛が時々見に来るくらいのことで手のつけようもなく放ってあります一箱五貫目もある千両箱が五十五も崩れては女房のお種や華奢な半老人の中兵衛では 手がつけられずそうかといって物が物だけに奉公人任せで土蔵へ運ぶこともならなかったのでしょう。ここへこう大黒頭巾かなんかかぶって後ろに千両箱を鈴なりに積んだ図は悪くありませんね親分。おやぶなどと八五郎は散乱した千両箱の中に袖を突っ張って座ってみたりするのです。おめえじゃ似合わねえよ。 貧乏神が書体じまいをする格好じゃねえか。へっ親分も口が悪い。ところで線量箱の間に棒を食わせてあったと言ったがそんなものはねえじゃねえか。平次は線量箱の間を探しましたがそんなものは落ちてはいません。変だねえ。確かにここに綿棒が転がっていたんだが。すると綿棒は線量箱の一番下じゃなくて。 途中に噛ませてあったわけだね現に下の三段ぐらいは少しも動いちゃいねえようだそうかもしれませんね壁の穴はちょうど線量箱の山の6・7合目あたりだもっとも一番下をついたんじゃ線量箱が重くって動かなかったかもしれねえ見ると床の間の中ほどよりだいぶ下の方にひざっこ像がくぐりそうな穴が開いてそのあたり一面に壁土が散乱しているのです 穴からのぞくと外は寒々とした庭の景色で五六軒先にあるのは中庭を隔てた建物同じ大黒屋のお勝手にあたるでしょう「外へ出てみたか八念入りに見ましたがあいにく天気続きでろくな足跡もありませんよ」。平次はそれを聞きながら庭下駄を突っかけて中庭の方へ回ってみました。はうが言ったように、そこは 西側のよく踏み固めた中庭でろくな植え込みも灯籠もなく下女のお民が日を追って干し物を持ち回るらしく三股と物干し竿音が転がり物干しの柱が突っ立っているだけの殺風景差ですあれを下女のお民でちょいといい娘でしょう八五郎が娘の目利きにかけては まさに本編です十七八のポチャポチャした娘健康そうですがもおしろいも知らぬ肌は少しは激しい労働に荒れているにしてもあぶたえ餅に銀の粉を振りかけてほんのり紅を刺したようで美容によっては申し分のない健康美です体は大きい方ではないが小作りでよく太って本人が気にするほど丈夫そうですがそのの代わり誰の顔でも 真正面から見る単純さと、少しのことでも頬を染める清純な良さが溢れております。ちょいっと、今朝、裏口は開いていなかったのかヒージは声をかけました。いつでも昼は開いております。誰か入ってきたのに気がつかねえのか忙しかったものですから。お勝手にいるりゃ裏口から入ってきて中庭を床の間の裏へ回る人間の姿が見えるはずだが、 私はお勝手とお座敷の間を歩いてばかりおりましたいつもご心祖さんかお嬢さんが手伝ってくださるんですけれど今日は元日ですからお年を祝うんでみんな奥の部屋に並んでいたわけだなそうなんですところでここの住み心地はどうだ皆さんよくしてくださいます給料は年一両のお約束ですがそれより多いのか少ねえのか たくさんのお心づけをいただきます。波ハズレの良さと言葉によどみのない賢さがこの娘を一段とよく見せます。おめえは遠方から来たものじゃあるね。丸はどこだ？江戸でございます。不当は。おタミは黙って襟に顔を映めました。正月元日の晴れにでしょう。もめんものですが清潔で可愛らしくて赤い帯も素朴な魅力です。 亡くななりま元日早々つまらねえことを聞いて悪かったなところでおめえは慶安の手を通ってきた娘とも思えねえがここと何か失っか,かりでもあるのか遠い親類だそうですもう一つこのうちの人たちはどうだ一人一人のことを聞きてえが下女のお民の賢そうなのとその調子の開けっ放なしなのがすっかり銭形平次の気に入ったらしいのです でも私はいやおめえがどう言ったからすぐ縛るというわけじゃねえよでも第一にうちの門はみんな主人の徳右衛門をよく思っているのか悪く思う者も,のも悪く言う者も,もありゃしません誰にでもよくしてくれますおかみさんのお種さんは気の弱い優しい方お嬢さんはそりゃいい方この調子では 何を聞いてもこの利口な娘からは人の悪口などは引き出せそうもありません平治は裏庭から無収穫のまま元の座敷に引き上げるほかはなかったのです